可溶素酸ナトリウムは、ナトリウムヨウ素、酸素からなる無機塩の一種で、NaIO4 の分子式を持つ。メタ可溶素酸ナトリウムと呼ぶこともある。無色の結晶で、摂氏300度に加熱すると分解する。水によく溶けるが、多くの有機溶媒には不要。分子量 213.89。CAS 登録番号は7790から28から5。強い酸化力を持ち、第一類危険物に分類されるので注意して取り扱う必要がある。可溶素酸ナトリウムは有機合成分野で酸化剤として用いられる。水にしか溶けないため、溶解性の低い有機分子を酸化する際には、メタノール、エタノール、ジオキ酸、アセトニトリルなどを補助溶媒として用いる。可溶素酸ナトリウムの用途として、最も一般的なのは、1、2、ジオールの酸化的解列反応である。この部分構造を持つ化合物に可溶素酸ナトリウムを作用させると、魔の炭素結合が切断され、対応するアルデヒド、またはケトンを与える。同様の反応は、酢酸鉛を用いても可能である。反応は、やや遅いが、アルファ、ヒドルキシケトンなども同様に切断が可能である。触媒量の4酸化オスミウムと過剰の可溶素酸ナトリウムを併用することで二重結合を切断して対応するカルボニル化合物へと変換することができる。4酸化オスミウムがまずオレフィンをグリコールに変え、可溶素酸ナトリウムがこれを切断する。また、可溶素酸ナトリウムは反応によって生じる6価のオスミウム酸を8価に酸化して戻す再酸化剤としての役割も兼ねる。スルフィドを可溶素酸ナトリウムで処理することで、スルホキシドへの酸化を行うことができる。摂氏0度付近の低温で注意深く反応を行うことによって、スルホンへの過剰酸化をかなり抑えることができる。他の酸化剤が過剰酸化を起こしやすいのに比べ、可溶素酸ナトリウムは比較的良い結果を与えることが多い。フェノール類は対応するキノンへと酸化される。ヒドラゾンは C=N 結合が切断され、対応するケトンへと変換される。可溶素酸ナトリウムによる酸化は、温和な条件で進行し、グリコール以外の官能元をほとんど傷めない。このため複雑な天然物の構造決定の際、化合物を可溶素酸ナトリウムで処理して、グリコール部分を切断し、得られた断片をそれぞれ解析することで、構造解析の手がかりとすることがよくある。また生化学分野においては、膜表面にある糖タンパク質を可溶素酸ナトリウム処理し、生じたアルデヒドに結合する染色剤を加えて、細胞を染色したり、定量に用いる方法が行われる。ありがとうございます。